京都府立城南高等学校は、京都府宇治市に存在していた、府立の全日制の高等学校。1943年創立の京都府立城南高等女学校に始まる。1948年の学生改革により、現校名となった。交渉は、南山城地域の特産である茶にちなみ、無香茶のみの家紋を図案化したものである。2006年、 京都府教育委員会は、城南高等学校と京都府立、西寺高等学校を統合する計画を決定。決定に基づき、城南高等学校は2009年3月31日をもって、閉行66年の歴史に幕を閉じた。翌4月1日、西寺高等学校と統合され、京都府立城南武士高等学校が開校した。統合前、 当時の西宇寺高等学校の校舎2009年度に城南高校と西宇寺高等学校とを廃止し、現在の西宇寺高校の校地に小傾校として全日生単位政普通科専門学科を置く京都府立城南美思想高等学校が設置された条例上、城南比始走高校は2008年9月1日に設置された。これに対して在校生、 多くの卒業生、地域住民などによる反対があったものの、決定を覆すまでの根拠が得られなかった。統合に先立ち、2008年度秋季、京都府高等学校野球大会には、西宇治高校と城南高校が、統廃合が予定される学校に認められる、統合チームとして、城南比市、初めの名前で参加した。2011年4月、統合跡地に、 京都府立宇治支援学校が開校した。また、学校の前のバス停の名称、城南高校は2011年5月に宇治支援学校に改称された。ありがとうございます。